お疲れちゃんスラットです。今日はこちら進化ペッカ無限回復編やっていきます。さあこちらね、ペッカが進化しまして、進化ペッカの能力は敵を倒すたびに HP のね、10%、最大 HP の 10% を回復していきますと、10% じゃね、 12.5% でしたね。はい、っていうね、まあ回復能力があるので、なかなかペッカを溶かしきることっていうのが、まあ、難しいね。はい、まあ、弱点としてはインフェルノタワーやインドラとか、まあなんか逆サイドに誘導してペッカーはユニットと戦わせないみたいな、まあいろんな対処法があるんですけども、まあペッカーはね、本当に対処させない、もっともっと回復してやろうと、ヒーラーです。カドラのヒースピです。そしてミラーです。で、高回転です。無限にペッカーを延命していきましょう。やっていきましょう。このね、ペッカーヒーラーデッキ、なんかレイジとか入ってたかな？海外のルーカスっていう、まあ今年の世界大会もね、出場する選手がね、やってましたんで、俺もはいパクってなんか少しだけいじってやっていこうかなと思います。すげえなこのデッキマジ。どうしよう、まあ、トリマー進化ペッカをこれで回して、はい、でペッカの後ろに、まあ、ヒーラーつけて、まあ、あとそのトルネードもあるんで、まあ、これ吹き矢ゴブリンとか、まあ、ウィザードとか、まあ、ちょっと遠距離の厄介なユニットは、まあ、トルネで引っ張って無理やりペッカの前に寄せてペッカに殴らしてペッカ回復させてっていう、もし無限に回復のループをできる。よし、行きましょうか。準備は整いました。しかもちょっと待って、ゴブシェイカー熱い、ヒーラーからの進化ペッカでこれやばいよ。勝った説、無視説。ね、ヒーラーで回復しながらヒースピまでありますよ。でペッカがやっつけたら回復して、ペッカがやっつけたら回復して、アイスイズ弱、まあまあまあ仕方ねえか。ヒーラーミラーとかも強そうだな。なんか微妙か、トレンで引っ張ってこれでペッカが殴って回復して、ヒーラーの攻撃で回復して、檻を破壊して回復して、いいよ回復して、ザップで竹変えてもいいし変えなくてもいい。やばすぎる。だってマジやばいな。てかヒーラーがさ、これえぐない？やばいやばい、ペッカがやばい、やばい、ヒーラーしかいなくなる。ちょっと待って、ペッカ頑張れ、回復しろ回復しろ。うわ、いなくなった、いなくなったけど、なんか残りでやばい、残りで頑張れ。え、なんか残りユニットでマジで頑張れそう。ザップ打ってペッカはペッカいないんやけど、ペッカいないんやけど、ペッカいないけど、ヒーラー4体もいればさ、溶けません。じゃあ、ペッカは？いや、ちょっとね、いや、でもよかった。そこまで、最後に行くまでは、ペッカのおかげなんですよ。まあ、ちょっと今日はこれで、マジペッカ無限にね、行きさせてあげようかなっていう。5分間ぐらい1つのペッカで、戦いたい。さあ、で、まあ、トルネでね、おとなしく近畿とかもあり。普通にヒーラー強かったんやけど。え、ダガーだ。ダガーに対しての、ペッカちょっと熱いです。何がいいかって、その、ね、後半エネルギー切れのダガーはそんな火力が出ないので、ペッカの回復量と、まあ、ヒーラーの回復量に多分追いつけないと思うんですよ。てか普通にこれで強い。はい。ペッカの後ろにヒーラーつけるだけ。これでまずペッカを回復します。なんなら進化してないペッカもヒーラーによって強制進化ペッカみたいな。トルネで引っこ抜ける、ザップって、あ、ペッカ頑張れ。いや違う、ヒーラー頑張れ、熱い。いやこれもほぼ進化ペッカやねんな。よいしょ、敵を倒さずとも回復していく。で、敵を倒すと、さらに回復していきますよと。え、強えなペッカヒーラー。まあ、小物系来たらちょっと厄介ですけど、まあ、そこもザップと、まあ、アイスウィズと、まあ、トルネとで、ケアしながらの、無敵か？やばい、待ってやばい。痛い、アイスウィズ残したい。え、出た。ペッカがとどめを刺さないと、まあ、一応回復はしないので、まあ、ペッカが削ってユニットをね、
他ユニットに奪われちまうとちょっと悲しい。やっぱ止まんないんじゃないか。なんか微妙だな。いや、強強すぎん？硬すぎん？いや、なんかペッカその登場する前はまあぶっ壊れやんって、さすがにクララは終わったかっつって言われてまして、ペッカ登場してあれ？あんま強くなくね？みたいな。なんか意外と言われてるんですけど、正直めっちゃ強いっす。これであんま強くねえってもうみんなね、どんだけぶっ壊れを求めてたんやっていう、十分すぎるんだけどな。まあでもまたね、この後登場するね、進化メガナイトも、だいぶ事前情報だとぶっ壊れって言われてるんで、楽しみではあるっすね。あー。ペッカバルーン的な。なんかもうすごっ。なんかもうすごくドキッとした今。無限ヒーラードリーム。あー、アイスイズのスロー強えな。なんかまあペッカに攻撃をさせないっていう意味ではアイビズのスローだったり、まああとはエレクトロウィザードのスタンとか、まあ遅延カードはちょっと優秀ではあるよな。まあ今回の相手はもうペッカバルーン、そのランバーもいたんでトルネがありそう、かつ何フリーズもあります、ありそう。よし。インチキトルネミラーっていうのもあります。はい、ひとまず耐えて、こっからだな。相手のフリーズ嫌っすね。俺はシンカザップも貯めたい。いい手札回し、戦いましょうか。お互いアイスイズプラスペッカーやな。あれ、いや、これね、冷静にこっちでもいいな。そのちゃんと勝つプラン。ちゃんと勝つプランもありません。で、回復しちゃってね、いらで回復しちゃってね。いや、ペッカの HP よ、もう初期今出したぐらいのからの回復しちゃってね、これやばいな。でペッカまた回復するっすよこれ。あできんかったけど、いやフィジカルバケモンすぎん、大丈夫そう。いやさすがに下方来ると思ってます。はい、まあ、使用率も高いし普通に性能として優秀な気がしてます。はい、おー、なるほど、悩むね。まあスケに打たしてペック出してザップとか、耐えたい、一発的お願い。うわでっかそれ、うわでっか。最低のデッキはなんかまあものすごいものすごいことだけはわかる。エレジャイスパーキー、いやーロケコショッピー。まあ進化ザップかトルネで近畿、これ美味しいな。
行っちゃうドッキリ。やばい、これ、いやこれはね、でもヒーラータゲ、これペッカの方が多分いいな。でもペッカオーバーヒールしてますこのオーバーヒールよ。でここでスケブもいないんで、ペッカの受けがねえだろっていう。え、ペッカのこの HP やばい。おまけ分ね、今おまけ分がなくなったよっていうふふ、硬すぎる。いや、なんかペッカー解けねえじゃんつって負けた人もね結構多いと思うんですよ。いや、勝てえな。なんか最大 HP よりも増える必要なかった気はしてます、正直。うん、回復はするけど、なんか最大 HP からさらにオーバーヒールしてね、HP5000 何本あって、その 1.5 倍8000ぐらいまで回復みたいな、最大その変な能力はいらなかった気がしてます。はい、 HP8000 って誰が溶かせんねん無理やろ、一生対処できねえや。さ、親衛隊、これ別にペッカミラーだっていいな。いや、まあ2体しかいないんで、おとなしく行ってもいいな。え、一旦耐えますか。相手のデッキ分かんないし。いた、親衛隊2体ってさ1600も削んの。ま、いや、まあここ突破できんのかな。一応親衛隊を破壊しても、盾とかでも回復できんのかな。これ親衛隊の盾を剥がす、そしたら攻撃たび、攻撃するたびに回復なんで最強になれる可能性もある。回復してねえな、わかんねえなもうこれ何で一体どうなってどう回復してんのかもわかんねえ。大砲壊しても回復できます。いいね、からの回復です。ブラスターがちょっとペッカに対して強いですよね。そんな関係ねえか。いいね、普通にバケモンすぎる。マイスイズミラーとかもね、まあ逆の方が怖い。親衛隊に対してなんか今までペッカはそんな強くはなかったというか、なんならちょっと弱かったんですけど、進化ペッカになってくると話が変わんな。ちょっと美味しいな、親衛隊オーバーヒールきた無限回復カッチカチペッカ強っなんか普通にメタが減ったな。親衛隊、まあ縦線ゴブリンとかその辺も嫌だったけど、まあ別に回復できんならなんかそんなね脅威じゃない。マジでインフェ、テスラ、その辺かな。その辺を他でカバーすることができれば、マジ弱点が存在しないカードがクララに存在することになっちまう。おい、進化回して金髪、名前がクラッシュロワイヤルか、めっちゃ好きやんクララめっちゃ好きやん。まあここは進化ペッカ行ってもいいが、おとなしくってもいい。おい、ヒーラーいいな。
アイスイズ強すぎん？え、今のでボンバー行かれるんや。さあ準備は整いました。え、もうペカヒーヒーやっていい？やっちゃっていいっすか？やめなさい。ペカヒーヒーペカヒーヒーやばいな。殴って回復して。いいね、ヒーラーもいるよ。回復して、回復して、来た。いや、これあっちのタワーからの攻撃、アイスイズが代わりに、はい、いやもう無理か。まだ誰がどう止めんねんっていう話よな。うわ、ペカヒーヒー、これ守られるプランあんのかな。まあ空ユニットは厄介けど、他でケアして、ペカヒーヒーからのヒー、何でもできるか。さあ、だがまあ一旦アイウィズ、なんかアイスウィズもこう見ると優秀ね。対ペッカにも優秀だし、別にもともと弱いカードではなかった。で、少し前になんかバランス調整でこの攻撃範囲がね広くなった。って考えると勝手に環境到来。おい、ペッカ多いね。いや、これペッカ出して進化ペッカ回すわ。で、進化ザップも回ってるんで、この次の私のペッカをあなたは守れんのって話ね。いや、これ1コス挟むだけでさ、俺のペッカフル満タン。いや、これね、しょっぱいっすね。はい、まあここはね本番じゃない。こっからっすね。ミラー欲しい。いきますか。ペッカからのスケで回したら多分ミラー回ってくるんで、ヒーラーヒーラーして、インドラ、まあインドラどうしよう。ヒーラー出したいんですけど冷静に行くならこうなるっていう。なんか消えたな今。このスケとか美味しいんじゃね。なんかペッカーの HP 増えてね今ので。いやー、惜しいな。無限回復まではいけねえか。やっぱヒーラー2体いるな。インドラが邪魔っちいな邪魔っちいっつって、ヒーラーまあ一旦添えてエレキ惜しい、惜しい。ちゃんと、いや、やばいやばい、焼かれてるマジ。インドラ、インドラ無理か。いや、進化イズ強えな。まあこういうのでね、やっぱエレキとかがね惜しくもなるが、まあいいでしょう、十分でしょう。なんかせこい気もするがなんかずるい気もしちゃうんですが、全然正々堂々とね戦ってますなんかエリゴレみたいな、ペッカヒー、エリゴレヒーラー、ペッカヒーラー。いや、スケが便利や。いや、まあこいつはなんだって、まあまあまあいいんですよ。
本番はこれからね。マジインドラいなかったら熱すぎる。ロケコはもうトルネでいいんで。皆様に許容というのをお見せしよう。これは本当に許容なのだろうか。やばい、ギャングもいる。やばい、行けべっか、回復して。マジで落ちまえ、お願い、無骨からの、まあ、これもまた許容しちゃう。守ってねえだけなんだけど、これなんか逆サイ来ないよな、知らんけど来たわ。なんかえ、待って、この位置のアイスイズまずい。あぶねあぶねー、ちょ、こんなヤンキーな立ち回りはやめてくださいね、ほんとに。いや、なんかペッカヒーなー、かだちくんなら止まらんやろっていうね、雑な考え。危なすぎるか、マジやったわ、危な。ちゃんとね。ちゃんとね、楽せずね、楽せず守りましょうか。いやでも相手も怖かっただろ、さっきの相手ギャング盾戦あったんでね。いや、噛み合えばね、ペッカ回復してたんですけど、相手の対応うまかったな。バレるか、だからロケット投手もやだな。まあこれ一応、めっちゃ嫌なカードきたわ、インフェ。いやでもこのサイクル大事にしたいな。今言って、これインフェないんすよ、次の俺のこの後ろから出したペッカに対して。なんでここは許容して、まあ、バレル来ても無視かな、キング起動してるしな。え、ここだな、ペカヒーヒーの進化ザップでロケ砲飛ばして、ネク、いやでもスケで回復、ヒーロー回復、熱い回復、来た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 、絶望へのカウントダウン。ほい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 、はい来た、ペッカフルチャージ。え、ヒースピナイス。さあ来た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 、え、オーバーヒール、あの状況からね。今多分ペッカが竹取られてたけども関係ない、やばいね。やば、これ最強だな、ペカヒーヒーからのヒースピー。ちょうどいい絵なかったんでね、守れねえだろ、無理だよな。いや、これやばいな、なんか結構強そうだしな、これ。流行りそうだけど、無限ペッカ回復デッキ、まあ、鳥はね、進化を回すとこから、進化を回すとこからつって。回さない。いや、これでさ、まあタワーおられても困るんですけど、だからワンチャンつって、タギがペッカならもういいね、これでって進化ペッカ。マジで体力回復してんだよな、今んとこ一応。
もしかしてこいつ進化ペッカか。これ竹根ザップでヒーラーに変えてよりペッカを延命とかもできたっすけど。え、お前もしかして進化ペッカ。え、これフルチャージいけるんじゃね。いや、さすがに火力高すぎるか、その前に。あれ進化してねえペッカでも強かったか。普通にヒーラーがいいじゃん。ペッカやるね。まあ、火力高いんだね。単体はほんとペッカいるだけで何でも突破できて、複数ユニットもね、まあ、ザップやヒースピアトルネでペッカの弱点を補えるって考えると、ペッカトルネって理論上最強ではある。てかペッカっていうカードがクララって8枚使えるんだからね。ペッカのそれ以外7枚で弱点を補えば火力はほんと最強だし。冷静に考えるとこいつが一番強いんじゃないか。使い毒キャラです。気づいたら勝ってんな。まあ、鳥も進化を貯めたい。まあ今回ってディガーオールブレイカー高回転か。マジやっちゃう。高回転か。まあまあまあ何でもいいか。射抜かれないで。角度コウモリとかいねえか。まあ暇なんで。あーボムか。あ、これ回復しねえのか。回復すると思ってた。いや、これ進化ペックだったら今超回復してたな。さあ、まあ相手でもドリルじゃないディガーなのはちょっと嬉しいか。回りました。まあ、ウォールブレイカーペッカで守ってもいいけど、いや悩むなこれ。いや、これ射抜いてきたらっていう思いも。失礼します。何が嫌って、そうボムが嫌だ。うわー、シャレオツとるねや。一応ペッカが壊せば回復はできるが、なんか違うのが殴ると、お、え、あれウッドがある。アイスイズのスローちょっと熱い。回復ヒーロー手助け。あんたの仕事はペッカ様を回復させること。来た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 、フル HP へ戻ります。あんだけ頑張って削ったペッカもね、はい、すぐ回復しちゃうよ。ヒーラー4ってやばいな。無敵だよな、こうなればね。めちゃんこ刺さってんな。ヒーラーペッカヒーラー。よいしょ、進化をすぐ回します。あーやばい、痛すぎるそれ。まあまあまあ許す。ロケホン嫌すぎるな。いや、まあこれが強い。ペッカトルネがペッカに対してメタカードのまあネクロとかね、遠距離ウィザード何でもいいんですけど処理できるんで、小物系もトルネでね、なんなら溶かせるんで、ペッカトルネを組むだけね。さあ、まあ、進化ザップ回しちゃいたいか。やめて、めっちゃ行きてえけど、ここどうせロケこう行って回ってちょっとめんどいんで、
我慢。いやこれ進化ヒーラーからの、進化ヒーラーじゃねえわ進化ヒーラーですって、回復量めっちゃ増えそうだな。いやこれでオーバーヒールまずして、えやっちゃってるやん、やっちゃってる、いっちゃってる、ほい回復回復。いやヒーラーではオーバーヒールしないんか、いやもう無敵やんか。テックが殴る無敵やんこれ、かわいそう相手。罪、絶望、いや体力高えな。なんかもうちゃっちゃ加工しようやね、ペッカもなんかまあ進化ペッカが強いですけど、別にデホのペッカでさえも加工しても文句言われないっすよ運営さん。はい俺はもう使わないんでペッカ、その進化してから使ってるだけでやって、全然そんなペッカね普段使わないんで、強いし全然通常の進化関係なしに加工していいっすよ上さん、はい、お願いします。別にハチコスにしたっていいペッカ使いに殺されんだろうな、もう全然いい、はい。なんなら進化取り消しみたいだね今までじゃなかった新しいことやっちゃってもいい、ペッカ使わないしどうだっていい、なんだっていい。インドラまずい、インドラまずいんで逆サイにミラーペッカっていう新しいパターンもあります。はい、逆サイは適当に許容してつけて早めに対応も熱いよこれ、ギリギリじゃなくても怖いんでね。もう一回ヒースピードか、いやまあテスラルーンでいいか、まあ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 難しい相手だね。インドラ、テスラ、エレキか、インドラだな俺視点、どうにかするべきカードは。なのでちょっとインドラを咲かせたい。おお簡単だインドラを咲かせたい、咲いてくれた。で左はまああんまカード使いたくない、でこれテスラ殴っても回復マジでやばいこれ来たぞ来たぞ、ペッカの HP やばすぎんだろ、ピートルやないかいからのナイト殴ってお前がやっつけろ、やっつけれない。いやでもさ守護神、守護神っていうのか、なんていうのかヒーラーのことハーレムやばすぎー、いやもう絶対溶かせないやんペッカヒーラーですこれがね。さあというわけでペッカ無限に回復するとマジで止まんなかったわ、一回も負けなかったしな、だいぶ厄介なね戦術なんじゃねってことで、ちょっと皆さんも無限にペッカ回復させてねやってみてください。ぜひチャンネル登録、高評価もお願いしますよ、押したんだね。